アンダーザドッグはクリエイティブ・インテリジェンス・アーツによるアニメ作品。クラウドファンディングサイト、キックスターターでアニメ作品としては歴代最高額の出資を集めて制作が決まった。2014年のオタコン2014で制作が発表され、8月9日から30日間でキックスターターにて12,157人から目標をはるかに上回るアニメ作品としては、 史上最高の878,028ドルを集めた。2015年1月23日、当プロジェクトの運営及び制作をキネマシトラスに委任されることが発表された。完成した作品はキックスターターで寄付を行った支援者に送られる。2015年12月に完成。その後、第2弾のクラウドファンディング実施が2017年10月20日に、 発表された。2018年6月に短編コメディアンシアちゃんと主人公のモノロームオーバーチュアツ・アンダーザ・ドッグを加え、アンダーザ・ドッグ・ジャンブルドという題名で日本にて劇場公開された。当初は2週間限定での公開予定だったが、公表につき延長となった。2020年に開催を予定されていた東京オリンピック。しかし、突如として起きた。 大規模テロにより、世紀の祭りは中止を余儀なくされ、メイン会場として賑わうはずだった湾岸エリアは、違い方権がまかり通る国連管轄の特殊な地域へと変貌してしまう。そして2025年、江ノ島のとある公立高校に冬月花が転入する。一見普通の女子高生の彼女は、実は国連から派遣された特殊部隊の一員であり、 今回のターゲットであるクラスメイト、七瀬俊一への、ある任務遂行のために動いていた。一方、花と同じく、俊一を訪ねて来航する一人の男がいた。その男を追うように動き出す、在日米軍。さらに、そこへ向かう少女がもう一人。役者が揃うと上がる舞台の幕のように、物語が急速に動き始める。ありがとうございます。